セイパトリック騎士団のバッジイパトリックの青とは、アイルランドのシンボルであると考えられるいくつかの青系の色合いに対して使われる名称である。英国の監修においては、セイパトリック勲章と結びつけられる複数のスカイブルーの色調を指す。アイルランド共和国の現在の監修では、これはより濃い色調を示す。一方、緑色は、今ではアイルランドの一般的なナショナルカラーであり、 セイパトリックの青は、未だいくつかのシンボルで見ることができる。アイルランド神話において、アイルランドの君主フラシア・スウェアンは、青いローブを着た女性として描かれていた。水の旗は青字であったが、その図案が、アイルランドの紋章として使われたとき、その地はセーブルであった。英国王期において、アイルランドは青字に、ハープで表されている。ヘンリー・パッセーが自身を、 アイルランド王国の王であると宣言した際、その紋章は青地にハープであった。これは、イギリス王妃の左下に今日でも見ることができる。聖パトリック勲章は1783年にアイルランド王国の最高勲章として設立されたが、大樹の色はその前に制定されたイングランドのガーター勲章のダークブルー、スコットランドのシッスル勲章の緑とは異なる色で、ある必要があった。 オレンジ弾からオレンジ色も考えられたが、あまりに偏りすぎていると感じられたことから結局、アイルランドの紋章のよりあわやおが選ばれた。聖パトリック騎士と役職についていた人物たちは、空色のマントとリボン、青のラインが入った帽子、そして青の放浪引きのバッジをつけていた。なお、聖パトリックの青の呼び名は、 一般的なものではあったが、騎士団によって公式に使われることはなかった。実際に使われた色調はその時々によって滝に渡る。緑がかった空色は、イーバー博・ハエドワード・セシルギニスによって1890。これは英国においては現在でも通例となっている、色である。騎士団最後の生き残りである、グロスター・コー・ヘンリーは1974年に死去、したが、騎士団は、 現在も厳密に言えば存続している。果たして青は騎士団設立以前のアイルランドのナショナルカラーであったのか、さらにそれは騎士団とは別に聖パトリック自身と関連付けられるのかどうかという議論がある。シェーン・レスリーは聖パトリックの青緑を、しかし全ての色の愛好者ケルト人によって使われたウォード染めの階層かもしれないと推測している。 コンスタンス・マルケビッチは青、アイルランドのイニシエの色であり、アイルランド市民軍、アイリッシュ・シチズン・アーミー、ICA の気象に取り入れられたと思っていた。北斗七世旗であった、ICA 期の地は青であった。古史研究家でありナショナリストであったフランシス・ジョセフ、ビッカーは、セイ・パトリックの青は、偽の色であり、セイ・パトリック期は、偽の旗であると考えていた。近年では、 ピーター・アルターやクリスティアン・マー・オニーは色の指摘、確実性を支持する一方、ブライアン・オク・イーブはこれに疑問を呈している。パリのアイリッシュ・カレッジは1776年に完成し2002年に修繕されたが、イパトリックの青はチャペルの壁において見つけることができる。イパトリックと緑色との関係については、1681年にトマス・ディナリーが 聖パトリックの祝日に人々は帽子に緑色のリボンの十字をつけていると記している。エドワード皇太子が1868年にアイルランドを訪問した際のナショナルボールにおいて妻のアレクサンドラは聖パトリックの青のドレスを着ていた。アイルランド総督によってアイルランドの製造業者に向けて行われた1886年の園遊会においてはアイルランドをテーマとした。 復職規定があった。フリーマンズジャーナルは、この規定のいくつかについて、従うのが難しいと批判し、一方で、セイパトリックの青のアイリッシュポップリンネクタイ。これについて、私たちはむしろ特定の色合いの緑に見え、これなら多くの負担はないかもしれません。と述べている。ガーディアンはこのパーティーを、新しい色である、セイパトリックの青の展示はあちこちで見ることができた。とレポートしている。 1912年の宮内長官に対する復職、規定では、アイルランド総督の家族は、国王がアイルランドに降りページオブオーナーをすべき時は、聖パトリックの青を着用すべしとしていた。アイリッシュフットボールアソシエーション、アイルランドサッカー協会、イーフォ、アイリッシュフットボールアソシエーションによって設立された、サッカーアイルランド代表は、1882年から1931年までの、 アイダセパトリックの青のジャージを着ていたが、その後は緑に変更している。現在の E4 チームは北アイルランドである。フットボールアソシエーション・オブ・アイルランドは1924年のオリンピックトーナメントにアイルランド自由国のチームを送り出したが、ブルガリアとの試合において聖パトリックの青のユニフォームに変更している。これはブルガリアのものが普段アイルランドが使用している。 緑色であったためである。1930年代、赤の聖パトリックの青色のシャツは、ブルーシャツというニックネームを、この組織にもたらした。これは純ファシストのシャツ着用運動で、敵対シャリパブリカンと結びつけられる緑色への拒絶でもあった。ブルーシャツの旗であった、サルタイヤーは白地である聖パトリック機のバリエーションで、あり、これを青地に変えたものである。 W.T. コスグレーブはこの色について完璧であり、伝統的であり、私たちの歴史と国民的な一致をし、最も尊ばれそして崇拝されてきた我らの守護聖人の記憶と密接に結びついていると述べている。アイルランド陸軍軍学隊における最初の制服は聖パトリックの青であった。しかしこれはすぐにネイビーに切り替えられている。 1932年から48年までの式典機兵であった騎馬護衛隊は、そのユニフォームから青色機兵隊とあだ名されていたが、この色はしばしばイパトリックの青であると描写された。1970年から導入されたエアリンガスの客室乗務員と地上勤務員の制服は緑とイパトリックの青を結びつけており、アイリッシュタイムズではこれを、 きらめく新しい色と書いている。九百七十年版の制服は、そのデザイン戦略である暗緑色、明るい緑、そして強い青という色調で一般的な企業イメージを高めた後、九百七十五年に変更されている。アイルランドの大統領旗この F 表連隊の軍楽隊。奥の方に、聖パトリックの青のハックルをつけた、アイリッシュガーズ軍楽隊が見える。 アイルランドの国章及び大統領機は、銀の弦を張った金のハープに、下地は、聖パトリックの青である。大統領専用車の色は、聖パトリックの青であり、一見すると黒に見えるネイビーブルーである。前大統領メアリー・マッカリースは、スウェイルスという名前の競争馬を保有しているが、大統領職である、聖パトリックの青と金をつけて走っている。 ユニバーシティカレッジダブリンの公式スポーツカラーは、セイパトリックの青とサフランイエローであり、これは1910年に採用された。青は、一般的には、光もしくは、ダブリンの青を表していると、解釈されている。ゲーリック体育協会の地域カラー、カントリーカラー、EN、ガーカウンティーカラーズにおいて、ダブリン県の色には、ライトブルーが含まれている。 アイルランド国立大学のアカデミックドレスの規定は、セイ・パトリックの青であるが、これは科学分野の色である。獣医学についてはより黒い青である、ケルトの青を使っている。アイルランド王立外科医学院のアカデミックドレスも、セイ・パトリックの青とされている。ダブリンのトリニティカレッジのフェンシング部は、そのアジュールの色を、セイ・パトリックの青と定めている、大統領のペナントとして、 パントン二百九十五番。原文は、パントネ二百九十五アズザプリーシダンシャル、シックペナント。聖パトリックの青のハックルは、イギリス陸軍のアイルランド部隊、アイリッシュガーズのベアスキンと、ロンドンアイリッシュライフルズの交尾員に付けられている。ダブリンの聖パトリック大聖堂は、聖パトリック騎士団と、聖パトリックの青とのその指摘関連性を、聖火隊の加速と、主席司祭と、 教区司祭の聖職者用カラーによって記念している。国境を越えたアイルランド期はアイルランド共和国と北アイルランド双方のスポーツチームを結合させるところで必要であるかもしれない。背景に聖パトリックの青を持つ四つのアイルランドの地方の紋章は時にはこの目的にかなったものであった。ありがとうございます。